現在進行形で、気持ち的に修羅場な話。中高大と学校も一緒だった友人。さばけていて明るい性格で、私にとっては親友だった。先日婚約して新居に越した際、遊びに来たいと言われたので、ぜひ来て。と誘った。彼と友人は初対面だし気まずいかなと、他の友人も誘おうと思ったけど、大人数でも迷惑だし、私一人でもいいよ、とのこと。彼と友人は、音楽の趣味や好きな作家が似ていて、コアな分野で、私はあまり詳しくない。彼も、趣味の話でいろいろ語れたら嬉しいなぁ、と楽しみにしていたので、三人でうちで遊ぶことにした。その日は、作家の話や音楽の話をしたり、一緒にゲームをしたり夕食を作ったり、楽しく過ごせたと思う。その数日後、友人に連絡を取ろうとしたら、LINE もメールも、何もかもすべて拒否されていると気がついた。何かすごく怒らせてしまったのかも、あるいは何かあったのかも、と不安で、なんとか他の友人からつないでもらって連絡を取ることができた。何か失礼なことをしたのか問うと、別にとぽつり。その後から、あんたにあんな素敵な彼ができると思わなかった。私は独身で彼氏もずっといないし、自分が惨めったらしくてもう会いたくない。これからは既婚の A ちゃんとかと仲良くしなよ。お幸せに。ときっぱり言われ、切られてしまった。頭が混乱してよくわからず、とりあえず、当日何かあったのではと、彼にも事情を話すと。実は、あの日の翌日、友人さんから連絡があった。付き合ってほしいという旨の話だったからお断りした。でも、君は、ずっと、あの人を、大切な友人だと言ってたし、自分自身も、このことをどう切り出して伝えたらいいかわからなかった。今日まで黙っててごめん。と、そこまで聞いて、ずっと見下されてたんだろうし、三人で会うのも彼氏取るつもりだったんだな、と気づいた。あっさり嫌いになれたらいいのに、中高大と、ずっと、彼女と一緒の楽しい思い出ばかりで、あれも嘘かなと思うと、なんだか、人生に空白ができたような、悲しいのとも違う、ざわざわした気持ちになる。俺が、4歳の時に両親が離婚。父親の浮気が原因だと聞いてる。小4の時に、母親が病気で他界。母方の祖父母に引き取られて成人。社会人になって、数年で祖父母も亡くなって、さらに味噌汁を超え、その間父親からの連絡は一切なし。浮気相手と再婚したという伝え聞いた情報以外は、どこで何をしているかも知らないし、俺は天涯孤独だと思ってた。そしたら、半年ぐらい前に、突然、俺の妹を名乗る女性から電話がかかってきて、父が、危篤であなたに会いたがっているという。俺は、父親に、愛着も未練もなかったから、ご連絡いただいたことは感謝いたしますが、私は、会いに行くつもりはありませんと断りの返事をした。それからしばらくして、秋口になってまた、その妹を名乗る女性から、父が亡くなったので、せめて、お葬式ぐらいは顔を出してほしい。もしは自分がやりますから、と連絡が来た。女性のあまりにもの憔悴した声の感じに、ちょっと同情して、俺は葬式に行ってきた。葬式に出ると、父方の親戚は、俺のことを多少覚えていて、いろいろ声をかけてくれたが、正直俺ハウザいなと思ったし、挨拶もそこそこに個人を拝んだら帰ろうと思ってた。でも、妹であるらしい女性が一人で慌ただしくしているの実際に見てしまうと、このまま帰るのは見捨ててしまうことになりそうな気がして、葬式を手伝うことにした。通夜も告別式も火葬も埋葬も一通り完了し少し落ち着くと、妹がポツポツと身の上を語ってくれた。父親は、俺の母親と離婚した後、すぐに浮気相手と再婚したらしい。そして、数年経って妹が生まれたということだ。でも、
妹の母親は、妹が小学生の時に亡くなって、それ以来はずっと父娘で二人暮らししていたそうだ。しかも、俺にとって意外だったことは、父親が俺のことを気にかけていて、妹によく俺の話をしていたということだった。そのこと自体は、俺にとっては割と今更感がある話でどうでもよかったが、父親は俺の居場所は常に把握していて、例えば学校の運動会とかをこっそり見に来て写真とかも撮ってたらしい。そしてその写真を妹に見せて、お前にはお兄ちゃんがいるんだぞっていつも言い聞かせてたらしい。それで妹としては割と俺に対して親近感があって、ずっと会ってみたかったらしいのだが、親父が俺の母親と離婚した経緯を大人になって聞いてから恨まれてるかもしれないと思って、実際に連絡をすることはなかったとのことだった。しかし父親が病気で先が長くないことを知って、半年前に思い切って連絡してきたという流れだった。それから妹は重荷遺産相続のこととかで定期的に俺に連絡をよこすようになって、俺はもらう筋合いもないし相続放棄したからもういいですって言ってるのに、だんだんそういう本題とは関係なく普通に世間話みたいな電話をかけてくるようになった。そしてとうとうこの前、広い家に一人で住んでても寂しいから一緒に住まないかと言ってきた。正直実際に一緒に育った兄弟でも30半ばの兄と20半ばの妹が一緒に暮らすのはおかしいと思う。第一、どちらかが結婚したら家の名義は妹なので俺は出ていくことになる。まあそういう理屈を抜きにしても、半年前に突然存在を知った妹と暮らす気にはならない。でも妹はかなり乗り気で、家の名義を俺に変えてもいいから一緒に暮らそうという。俺個人としては、父親の財産は、すべて、妹のもので良いと思う。父の介護をしたり、最後を看取ったのは妹だし、そういう意味で、俺は受け取る義理がない。今も、現在進行形で、普通に電話が来たり、メールが来たりして、本当にどう接していいかわからない。別に妹がいるのはいいんだ。変な人じゃないし、話も面白い。コミュニケーション取るのも楽しい。こういう妹がいたら確かに嬉しいとも思う。でも一緒に暮らすのはなんか違うと思うんだよな。もしかしたら妹の中で変に俺が理想化されててブラコンになっているのではないかと疑ったりもしている。